バーデによる一般的な種族のカテゴリを示した銀河系の過剰構造の創造図。過剰腕の中の青い領域はより若い種族愛の構成からなる一方、中心のバルジの中の黄色い構成は年老いた種族2の構成である。実際には多くの種族愛の構成はより年老いた種族2の構成に混じって発見されている。 星の種族とは、星の分類の一種である。ドイツの天文学者、ウォルター・バーデが1944年に提唱した。なお、バーデによる論文の概要では、銀河系内の構成に2つの種族が存在することは、早くとも1926年には、ヤノールトが着想していたことが言及されている。バーデは、青っぽい構成は、 銀河系の過剰腕に強く関連して存在しており、黄色い構成は銀河系の中心部のバルジ付近と球状星団に主に存在していることに気がついた。この二つの主要な分類は種族 I と種族 II と定義され、また1978年には別の新たな分類として種族 III が追加された。これらの分類はしばしばポップ I、ポップ II、 ポップ3と略記される。種族の間には、個々の観測された構成のスペクトルの間に大きな違いが発見されている。これらの違いは非常に重要であり、おそらくは、星形成や観測された運動学、構成の年齢、そして場合によっては、渦巻き銀河や楕円銀河双方の銀河の進化と関連している可能性があることが後に示された。 これらのシンプルな三つの種族の分類は、構成の化学蘇生や金属量によって行われる。定義により、それぞれの種族は、金属の含有量が減少するにつれて年齢が古くなる傾向を示す。したがって、金属量が非常に低い宇宙で、最初の構成は、種族3、金属量が低い、年老いた構成は、種族2、そして、 金属量が多い細菌の構成は種族愛とみなされる。太陽は1.4%という比較的高い金属量を示す細菌の構成であり種族愛とみなされる。なお、天体物理学の文脈では酸素などのような科学的には非金属である元素も含むヘリウムよりも重い元素を総称して金属と呼ぶ。愛、通という番号付けの順序とは裏腹に 星の年齢は、種族2の方が、種族愛の星よりもずっと古い。これは、天文学における歴史的事情による。星の種族構成が最初に調べられた頃には、ある種の星がなぜ他の星々に比べて、金属量が少ないのか、その理由が分かっていなかったからである。この番号付けをさらに過去に延長し、種族2よりも前の宇宙誕生後に、 初めて形成されたと考えられる初代母子を種族3と呼ぶようになった。恒星のスペクトルの観測からは、太陽より年老いた恒星は太陽に比べて、重元素が少ないことが明らかになっている。このことは直ちに、恒星の進化の過程で恒星の世代が経過するにつれて、金属量が進化してきたことを示唆する。現在の宇宙論モデルでは、 ビッグバンで形成されたすべての物質は大部分が水素とヘリウムであり、リチウムやベリリウムなどのその他の軽元素は極めてわずかな割合しか存在しなかったと考えられる。宇宙が十分に冷却した段階で、初代星は他の重元素の混入がない状態で種族3の構成として誕生する。構成を作る物質に、 シゲモトが含まれないことはその構成の構造に影響を及ぼし、そのため初代性の質量は太陽の数百倍になったのではないかと推測されている。その後これらの大質量の構成は非常に急速に進化し、元素合成過程によって最初の26種類の元素が生成される。多くの理論的な構成モデルでは、 大部分の大質量の種族3の構成は核融合を起こすための燃料を急速に使い果たし極めて高エネルギーの対不安定型超新星を引き起こすだろうということが示されているこの爆発によって構成の物質は完全に分散され金属が生還物質へと放出され後の世代の構成に含まれることになったと考えられる これらの構成が急速に進化して破壊されるということは銀河系内では大質量の種族3の構成は観測が不可能であることを示唆する。しかし赤型変が大きい遠方の銀河からの光は宇宙の歴史の初期に放射されたものであり、これらの銀河中には種族3の構成が観測できる可能性がある。 種族3の構成はこれまでに発見されていないものの、太陽より、わずかに小さい、極めて金属量が少ない構成としては、非常に小さい構成が銀河系内の過剰腕の、連星系にます j 1 8 8万22510万4378に発見されている。この発見は、さらに年老いた構成が銀河系内で観測される、可能性を開くものである。 大不安定型超新星を引き起こすには重すぎる。恒星は光崩壊として知られる過程を経て、ブラックホールへと崩壊するだろうと考えられている。この時にいくらかの物質は宇宙ジェットの形で恒星から脱出し、宇宙空間に最初の金属が分配されたと考えられる。観測されている中で最も年老いた恒星は種族2として知られ、 非常に低い金属量を持つ。後の世代になるにつれて、前の世代の構成が生成した金属が豊富に、含まれる宇宙人がガス雲の中に含まれることになるため、金属の多い構成となっていく。これらの構成が死ぬと、惑星上星雲や超新星を介して金属が、 豊富な物質を生還物質へと供給し、新しい構成が形成された星雲の金属量をさらに増加させる。したがって、太陽を含むこれらの最も若い世代の構成は、最も金属量が多く、これらは種族愛の構成として知られる。種族愛の構成であるリゲルと反射星雲 IC2118 種族愛の構成は、 三つある種族の中で最も若く、金属量が多い恒星であり、銀河系の過剰腕に、最も一般的に見られるものである。メタルリッチな恒星とも呼ばれる。太陽は、金属豊富な恒星の一例であり、中間的な種族愛の恒星だとみなされている。一方で太陽に似た恒星である、祭壇座ミュウ星は、太陽よりも、ずっと金属量が多い。 種族 Y の構成は一般に銀河系中心を大円軌道で回っており相対速度は小さい。惑星、とりわけ地球型惑星は金属の硬着によって形成されたと考えられているため金属量の多い種族 Y の構成は他の二つの種族よりも惑星系を持ちやすいだろうとの仮説が立てられていた。しかしケプラーによる 太陽系外惑星の観測によると小さい惑星は様々な金属量を持つ恒星の周りで発見されているのに対しガス惑星だと思われる大きな惑星は比較的金属量の多い恒星の周りに集中していることがわかっているこの発見は巨大ガス惑星形成の理論にも影響を及ぼすものである中間的な種族 I と種族 I の恒星の間には 中間的な円盤のグループが存在する。銀河系の天体の分布の模式図。種族2の構成は銀河バルジと球状星団の中に見られる。種族2の構成はヘリウムより重い元素の含有量が比較的少ない構成である。金属欠乏性と呼ばれる場合もある。これらの天体は宇宙の歴史の早い時期に形成された。 中間的な種族2の構成は、銀河系の中心部付近のバルジでは、一般的な存在である一方、銀河波浪で発見されている種族2の構成はさらに、年老いており、したがって、より金属が欠乏している。球状星団もまた数多くの種族2の構成を、含んでいる。種族2の構成は固有運動が非常に大きく、銀河内を高速で運動している。 これは銀河形成の初期に生まれた星であるため銀河を作ったガス雲が収縮する前の運動状態を残しているためであると考えられている種族2の構成の特徴としてこれらの構成は全体的な金属量が少ないにもかかわらず種族 I の構成と比べて鉄に対するアルファ元素の比率が高いことが多いという点が挙げられる現在の理論では 種族2の構成が形成された時点では、生漢物質への寄与は、2型超新星によるものが重要であり、嫌型超新星による金属の供給は、宇宙の進化の後期段階に起きたことがこの傾向の原因であることが示唆されている。これらの非常に年老いた構成は、複数の異なるサーベイ観測の対象とされてきた。それらの例として、HK オブジェクティブ、 プリズムサーベイや、もともとは、クライクエーサーを、観測対象として始まったハンバーグ、エーソーサーベイなどがある。これらのサーベイ観測によって、これまでに10個の超金属欠乏性、例えばスニーレン、S スター、ケーラル、S スターや BD プラス17度3248や、これまでに知られている中で最も年老いた、構成3つが発見され、詳細に調べられている。 SDSSJ102,915 プラス172,927は2012年にスローンデジタルスカイサーベイのデータを用いて発見された時点では最も金属が欠乏した構成として同定された。しかし2014年2月にスカイマッパー望遠鏡を用いた天文サーベイデータから より低い金属量を示す構成、SMSSJ31300.3667839.3 が発見された。極端に金属量が少ないわけではないが、金棒にあり明るいため長く知られていた。金属欠乏性としては、赤色巨星の HD122563 や、純巨星の HD14283 が挙げられる。 NASA のスピッツァー宇宙望遠鏡が観測した種族3の構成の光の可能性がある画像種族3の構成は極めて重く高高度で高温の構成からなる仮説上の分類であり金棒の別の種族3の構成が起こした超新星からの放出物が混入している可能性を除いてはほとんど金属を含まないこのような構成は宇宙の非常に 初期段階に存在した可能性があり、後の惑星形成や我々が知る生命に必要な水素よりも重い元素の生成を開始したと考えられる。種族3の構成の存在は現代宇宙論から推測されるものであるが、これまでにはまだ直接観測されていない。これらの構成が存在する間接的な証拠は宇宙の非常に遠方にある。 重力レンズ銀河において発見されている。これらの存在は、ビッグバンでは生成されなかった主ゲイモトソが、クエーサーの放射スペクトル中に観測されていることの説明となる可能性がある。種族3の天体は、フェイントブルー、ギャラクシーと呼ばれる暗くて青い銀河の構成要素で、あるとも考えられている。これらの構成は、現在観測されている。 不透明度が低い状態を引き起こした、青函ガスの主要な愛転移である、宇宙の再電離の引き金となったと考えられる。アドフィーマイナス38135539という銀河の観測では、この銀河が宇宙の再電離の過程において、役割を果たした可能性があることが示唆されている。ヨーロッパ難転転問題は、ビッグバンからおよそ八億年後の再電離の時期の、 非常に明るい銀河コスモスレッドシフト7の中に初期の種族の構成が集まる明るい領域を発見している。この銀河のその他の領域はより赤く後期に形成された種族2の構成である。いくつかの理論では種族3の構成には2つの世代が存在したことが提唱されている。ビッグバンから4億年後の初代星の創造図現在、 初代性が非常に重かったかそうでなかったかについては、説が分かれている。2009年と2011年に提案された理論では、初代性の集団は一つの重い構成が、複数のより小さい構成に取り囲まれた構造になることが示唆されている。小さい型の初代母子はもし形成された星団に留まっていた場合、より多くのガスを集積するため現在まで生き残る。 ことができないしかし2017年の研究では、もしこの構成の質量が0.8、太陽質量以下でより多くのガスを集積する前に、星団から放出された場合、現在まで生き延びることが可能となり、銀河系の中にも存在する、可能性があることが示されている。星形成の数値モデルに基づくと、ビッグバン後の重本素が存在せず暖かい。 生漢物質においては、現在一般的に観測される構成よりも、はるかに重い層質量を持つ構成が容易に形成されうると考えられる。種族3の構成の典型的な質量は、太陽質量の数百倍になると予想され、これは、現在の構成よりもずっと大きい。理論モデルでは、種族3の構成の最大質量はおよそ1000、太陽質量とされている。 HE0107 から5240などのような種族3の構成によって生成された金属を含んでいると考えられる極めて低金属量な種族2の構成のデータ解析からはこれら初代の金属を含まない構成は太陽の20から130倍の質量を持っていたことが示唆されている一方で楕円銀河に伴っている 球状星団の解析では、非常に重い構成が引き起こす、大不安定型超新星が、星団の金属組成に関与していることが示唆されている。このことは、軽い種族3の構成の理論モデルが構築されて、いるにもかかわらず、金属量がゼロの低質量性が発見されていない、理由を説明できると考えられる。金属量がゼロの赤色矮星や褐色矮星を、 含む星団は暗黒物質の候補として提案されている。種族3の構成の検出は NASA のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の目標の一つである。Z イコール6.60に位置するコスモスレッドシフト7中に観測されている構成は種族3の構成である可能性がある。ありがとうございます。